仲間の皆さん、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。今日は投打のヒーロー、牧秀悟選手、アンソニー・ケイ投手です。まずは追加点、タイムリーを含む猛打賞の活躍、牧秀悟選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まずは追加点のタイムリーから、梶原選手のタイムリーの後、右方向へ綺麗に弾き返していきました。まずあのタイムリー振り返ってください。はい、前のバッターが作ってくれたチャンスでしたし、梶が追加点となるヒットを打ってくれたので、気持ち楽に打席に入ることができました。牧選手、今日は3安打すべて右方向へのヒットになりましたが、この右方向への安打、増えてきてますね。はい、これ9月試合開始時点で3割5分7厘、4試合連続のマルチ安打でもあります。牧選手、打撃の状態、これはいい状態と言えるんじゃないでしょうか。いや、もう試合に勝つために、なんとか打てるように毎日やって、こういう結果になっているので、明日も続けていければなと思います。牧選手、打つだけではなく、今日2桁10盗塁も到達となりました。4年目で初めての2桁ホームラン、2桁盗塁、走塁でも次の塁を狙う姿勢、今日の試合見えました。走塁の方でも勝ちへ貢献しているんじゃないですか。9個から止まってたので、いつか行きたいなと思ってたんですけど、2桁になってよかったです。まさに9月に入って残り20試合という中で、今日の一戦、勝利をつかみ取りました。勝つしかない中でつかみ取った1勝、大きな1勝になったんじゃないですか。はい、今日はですね、高校の同級生のキャプテン、高校の時のキャプテンが来てて、あんまりその友達の前で打ててなかったんで、はい、今日は勝ててよかったです。その高校時代の同級生、キャプテンも含めて、今日は平日ですが、超満員のお客さんが来てくれています。明日は同じくドラゴンズとデーゲームでの戦いになります。キャプテンから明日以降へ向けて、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、もう、一戦一戦勝つだけだと思いますし、明日は早いので、明日に備えてすぐ帰って寝て、明日に備えてください。まずは打のヒーロー、牧秀悟選手でした。続いて7回2失点、今シーズン6勝目、アンソニー・ケイ投手です。ナイスピッチングでした。Thank you. ありがとうございます。昨日は雨で試合が中止になって、移動もある中、スライド登板、今日はどんな思いでマウンドに向かったんでしょうか。I just wanted to put the team in a position to win. They were able to score a run in the first and then a couple more in the fourth. And letting me pitch with a lead is always helpful and settle in and do my job.チームが勝てるようにしっかりとしたピッチングを心がけていました。初回に1点取ってもらえたことで、すごく投げやすく、なってましたし、その後に、野手の皆さんが点を取ってくれて、勝つことができました。本当に今日はストレートでどんどんゾーン内に投げ込んで、相手に流れを渡さないピッチング、見事でした。今日全体の投球振り返っていただけますか。Yeah, this is only the second time I faced them, so I wasn't too familiar with them. So I just wanted to get ahead, attack them, and then, you know, with them scoring a couple runs early on, it really helped me settle in.まだ今回が2度目の対戦ということで、まだ相手の手打ちが分からない中でのピッチングにはなったんですけれども、味方がしっかりと点を取ってくれて、その後しっかりと投げ切ることができました。K投手、7月14日以来、およそ2ヶ月ぶりの白星になりましたが、この2ヶ月苦しいマウンド、好投が続いている中でも、なかなか白星がつかめないという時期が続きました。このあたりいかがでしょう。It's always nice to get a win, put the team in a position to win, especially in September when all these games mean a lot and trying to make a playoff push. So it's really nice to get the win today.白星を飾れるということはとても素晴らしいことだと思いますし、特にこの大事な時期、9月のこの大事な時期に勝つことができて、とても嬉しく思ってます。今日は来日最多の9つの三振も奪いました。見事なピッチング、三振も多く奪いましたね。Yeah, I was just able to get ahead early and you know, put them away. I'm not really looking for strikeouts too much, but when I get the 2 strikes, I'm trying to put them away. 三振を取ることはあまり考えてはいないんですけれども、なるべく有利な展開に持っていけるように、ただ2ストライクに追い込んだときには三振を取るように考えてます。さあこれでK投手、本拠地ハマスタ4試合連続クオリティスタートになりました。多くの声援が力になっていると思います。次回登板に向けて意気込みをお願いします。 Just keep doing what we're doing, try and get another win, and you know, keep having the fans behind us and supporting us. 今やってることを継続して、勝ちにこだわって、勝ち切る覚悟でやっていきたいと思います。ナイスピッチングでした。今日のヒーロー、牧秀悟選手、アンソニー・ケイ投手でした。続いて T-Wirelessヒーロー賞の贈呈です。 T-Wireless K選手と牧選手には 本日の試合にご協賛いただいております T ワークス株式会社より賞金総額100万円が贈られます。プレゼンターは T ワークス株式会社取締役の小栗裕二様です。 おめでとうございます。ヒーローの両選手に皆様どうぞ大きな拍手をお送りください。以上 T ワークスヒーロー賞の贈呈でございました。 さあ今日は勝つしかないフェスということで、勝利を呼び込む大きな勝つを掲げていただきます。最後のコールはK投手に締めていただきます。皆さんはタオルを掲げて 一緒にコールをお願いします。それではいきます。横浜新カープ。I love 横浜。これよりチームから